何の騒ぎですか子供たちもいるから、早く帰りなさいよ。夜間に近隣住民から土星を浴びせられ、出川哲郎60が、はい、すみませんと浴びる。4月23日頃から X で出川哲郎の充電させてもらえませんかテレビ東京系の撮影トラブルを収めた13秒の動画が拡散している。 元は TikTok に投稿されたようで、X に転載されて広まった形だ。一方でこの動画が撮影された日時や場所は明らかになっていない。冒頭のやりとりが収められた動画には、オーバーオールを着用した出川とゲストの姿が、そしておなじみの赤い電動バイクと撮影クルーたちが映っていた。また出川たちがいた場所は両サイドに車が駐車されており、駐車場のようにも見える。 この動画を載せた投稿はすでに1900万件以上のインプレッションを集め、6500件以上もリボスとされている24日19時現在。動画を視聴したユーザーからは、出川さん一体何したの出川のこの番組。最近問題が多いねと心配の声が。他にも、これだけじゃ何があったのかわからないよ。いきなり言われたのか、ここに至る経緯があるのか、よくわからない動画だね。 トラブルが不明瞭であることを指摘する声も上がっていた。今年4月で8周年目を迎えた同番組、出川やゲストが電動バイクの充電場所を求めて旅をし、全国各地の人々と触れ合うシーンは見どころの一つだ。しかし撮影トラブルをめぐっては、先月24日にも X で物議を醸していたばかり。出川さんや杉野春良さん、 28だが、和歌山県串本町の観光名所である、橋食い岩でロケをしている様子を収めた写真が、X に投稿されたのです。投稿者はスタッフらしき男性に、追っかけならくんな、と怒鳴られたとつぶやいていました。一方、出川さんは、ギャラリーに手を振るといった、ファンサービスをしていたといいます。しかし、テレビ東京は、この件を報じた、週刊女性プライムの取材に、 当該人物を大声で怒鳴る映像、音声は確認できませんでしたと否定。結局、スタッフが投稿者を怒鳴ったかどうかは、判然としないまま終わりました。ただ、同局は、危険につながる行為を見かけた際や撮影で駐車場を借りる場合には、周囲に声かけをする場合もあるとも説明していました。ウェブメディア記者。スタッフによる 暴言疑惑の騒動からわずか1ヶ月で今度は近隣住民から怒鳴られるというトラブルが勃発するとはそこで本氏は冒頭のトラブルについて4月24日にテレビ東京に取材を申し込んだすると同日夜に広報 IR 部から文書で次のような回答があった SNS にアップされた動画は先週末 4月20日土曜日の午後9時45分頃に中国地方の飲食店での撮影を終えた後に店の外に集まってきていた子供たちと店の敷地内で記念写真を撮影した際のものと思われます注意をいただいた方には出川哲郎さん本人がその場でお詫びしスタッフも重ねてお詫びした上で速やかに移動しました番組ロケに際しては 周囲の方々へ十分に配慮しながら行うことにしていますが、今回の件を受けまして、なお一層注意することを社内及び制作スタッフで申し合わせました。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。見ました、その動画。女性がかなりヒステリックな声で、状況がわからないですが、出川さんはちゃんと謝っていたし、 子供たちはめったに会えない出川さんに会いたかったんじゃないのかな田舎ならなおさらそうなる。そこまでヒステリックにならなくても、と思ってしまいました。ならば子供をちゃんと親が管理してほしいですね。この動画、X で見ました。記事によるとトラブルが起きたのが夜6時45分とのこと。深夜という時間ではありませんが、決して早い時間ではなく、 人によっては床についている人も少なくない時間帯です。それに、この番組の写真撮影のサービスは、お子さんたちが中心になっていますが、その対象であるお子さんたちが出歩くには、親御さんがついていたとしてもあまり望ましくない時間だと思います。ファンサービスをするのは、早い時間帯に限るなど、お子さんの育成のため、近隣の方に迷惑をかけないためにも制限をかけた。 方が良いいいと思まますすこの番組は好きでよく見ています今回の件とは関係ない思うが現在の電動バイクの性能で長距離を走るのは厳しいだろうなと思う場面もある充電切れ直前には走った方が早い満充電であっても幹線道路をスタッフの車が後ろについて一緒に低速で走行している場面などは渋滞の原因にもなる実際 そこに合わせたら普通にストレスを感じるとも言いますね。まあ出川さんの人柄で救われていますね。ここまで長く続く番組になるとは思いませんでしたし、出川さんの子供たちからの人気は本当にすごいと思います。番組の特性上今までもトラブルがなかったとは思いませんが、この間のスタッフが大声で注意したという記事が注目を集めたばかりなので、 小さなことでも炎上しやすい状況になっていいいると思います。良い番組だと思うだけにこれまで以上に時間や場所周辺住民への配慮は丁寧な対応を心がけてほしいですね集まる人たちのマナーの問題もあると思う芸能人にテンション上がるのもわかるけど時間と場所を考えないと。 長いしないとか声のボリュームを抑えて思い出さないようにするとか夜遅くに外で大声で騒がれたら怒るのもわかる気がするこの番組を見てて田舎の情報伝達って早いなぁとよく思います出川さんたちが食事をしたり泊まったりして建物から出てくると近隣住民の人が結構な数で待ちしてるんですよね映像からはどちらかというと出川さんではなく 出待ちしてる人たちにイラついてるのかなと感じましたどうしても芸能人がいると見に行きたくなりますから人が集まってきてしまうのは仕方がないのかもしれませんが騒いだり道を塞ぐようなことがないようにしたいですね女性が怒るのもわかるでもこういう動画を TikTok だとか X とかに流す方もどういうつもりで流したのかこういう 動画を流せば、出川さん等が批判にさらされるのわかるだろう。まだ、女性側が、警察等への証拠提出のため、動画を撮っていたというならわかるが、見るからに、近所の出川さんみたさに集まってきてる、ギャラリーの中の一人だよね。自分たちが集まってきて騒いでいるおかげで、出川さんたちが怒られてるのに、それを動画に撮り、それを SNS 等に上げるって信じられないな。 そりゃ夜遅くに騒がれてると近隣の人もよく思わないよ。SNS で出川がどこそこにいると拡散されてそれを追いかけてギャラリーが増えて騒ぎにもなるのは当たり前です。スタッフが夜遅くでの充電を住宅街ではしないとかギャラリーには静かにしてもらうとか対策をした方がいいと思う。